こんにちは、粟田洋介です。今日は昨日から個展が行われている高円寺の猫の額さんへ行ってきました。では早速その時の映像を見てみましょう。この黒猫ちゃんは新しく猫の額さんに来た黒猫ちゃんです。それでこっち側が私の作品がぎっちりと楽しく飾っていただいているところですね。今回の個展のタイトルはゴーストキャットマンションです。で、油彩画とアクリル画がメインなんですけど、水彩画も少し混ざっています。で、タイトルのゴーストキャットマンションですね、化け猫屋敷みたいな感じなんですけど、ホラーとかそういうんじゃなくて、なんかちょっと微妙なお化け感とかがあったりなかったりして、それをなんか感じていただいたり想像していただいたりすると楽しいんじゃないかなと思います。で、作品数も結構あって、絵画がメインなんですけど、絵画の他にこういう革製品ですね。これらはレザーブランドのコトチーノさんとコラボレーションをした作品で、長財布とか面白いでしょ、こういう小物入れとか。で、ネックレスとか、それからこっちはチャームですね、そういうのもあります。これはアベノマスクっていう作品です。で、新作もあるんですけど、去年の作品とかちょっと古い作品に手を加えたものとか結構ありまして、これとか新作のインク画ですね。インクと水彩ですね。この辺は新作ですね。なんか木を切ったりして面白くしてあります。で、この辺は新作絵画で、で、こういう小さいお手頃価格の作品もあります。で、猫の額さんなんですけど、これたくさんいろんな作家さんの作品も置いてあります。この辺はポストカードですね。それで私の個展のところをやってるところの奥の方へ行くと、こっち側にもなんかセクションがあって、いろんな方の作品があります。面白いですよね。で、ここ黒猫ちゃん歩いてます。で、まだまだ作品いっぱいあって、立体ですとか、この辺は招き猫がいっぱいですね。で、なんか小さい絵もあるし、雑貨的なものもあるし、で、まあいろんな人の作品、いろんなスタイルがあって面白いですよね。で、私の作品もちらっと何点か写ってますが、お気づきでしょうか。で、また招き猫がいっぱいあります。でね、私の個展をやっている期間に来ていただくとありがたいんですが、私の個展が終わってからも、もし機会があったら、とても楽しいお店なので行ってみることをお勧めします。でね、こっち側行くと絵画がいっぱいあります。それでですね、今回私の個展を見逃して残念だとおっしゃる方も、このお店随時私の作品を置いていただいているので、個展が終わってしまってからもぜひぜひお出かけしていただけるとありがたいです。猫の額さんの情報は下の概要欄に載せておきますので、チェックしてみてください。で、こんな素敵な絵がたくさんある中で、この天井に貼ってあるのが私の高円寺という作品です。とっても魅力的なお店の外側、今度写すんですけど、こんな感じで。で、このお店に初めて来た時に、ぜひこのお店に自分の作品を置いていただきたいなってすごく思っていました。で、今日はですね、外でこんな感じ、こういうところで絵を描いていました。で、こんな感じの2枚今日はね、作品ができて、これ1枚目ブラダーっていうタイトルで、これがなんだっけ忘れちゃった。それから今日はこの猫ちゃんをご注文で描かせていただいて、白黒で描いたんですけど、こんな感じに仕上がりました。こんな素敵な人たちの猫ちゃんでした。それからこれ T シャツの袖、黒猫を描いてほしいということで、黒猫を3匹こうやってつなげて描いたんですけど、描いてほしいって言った黒猫ちゃんがその人の3匹目の黒猫だったらしくて、
まあたまたま3匹描いちゃったんですけど、なんかその黒猫のお話とかがすごくいい話で、なんかこの3つ描いたっていうなんかの縁ですごい良かったなと思いました。私の個展ゴーストキャットマンションは8月12日まで開催しております。明日8月2日も在廊予定です。それから来週の土曜日と日曜日も在廊予定です。興味のある方はぜひ遊びに来てください。詳細は下の概要欄に載せておきますので、興味のある方はご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。